ちょっといいですか。はい。雨だ。人工の雨。でもすごい弾いてる。いやすごい弾く。これはかなり頼もしいんじゃないか。はい、ウィルズチャンネルスタートです。いつも外でやるときちょっと声が小さくなるっていう。なんかここ誰もいないと思ったら意外に。はい、結構ちょうど気持ちいい時間帯なんで。30人ぐらい今見て、はい、います見てるね、みんなが。はい、いないいない。今日はなんでこんな外にわざわざ。今日はもうそろそろ雨の時期も来るということで、はい、雨具どんなのがいいのかなと。なるほど。自転車乗るためのですね。をちょっと検証したくて今日は外に出てきました。なるほど。なんか去年から梅雨がまずあって、はい、その後夏もゲリラ豪雨とかですごい雨が降るじゃないですか、うんうん、今年はね当たり年らしいんですよ。どういうことですか。またゲリラ豪雨が去年より広いらしいです、はい、それ外れ年じゃないですか。なんでなんかもう最近自転車乗りにとってはなんか雨具は必須になってきましたね。今日はちょっと2種類の、一つはポンチョと言われるタイプと、はいはい、もう一つはセパレートのセットアップですね。上下別個で着るものの2種類の。あれはあのハンドリングコーナーつけて傘出す。それダメ、そうおばちゃんしかやっちゃダメ。2種類のですね、はい、雨具をちょっと実際着たりですね、自転車に乗ってみて、うんうん、まあ雨こそ降ってないんですけども、うん、着やすさとか使いやすさ、自転車に向いてるかどうかっていうのを見ていきたいと思います。はい、それではまずは一つ目のセットアップタイプですね。セットアップタイプ、はい、上下別々で着るもの。なりふり、なりふりです。なりふりのレインセットアップです。はい、で、あの今日見たいポイントとしましては、脱ぎ着のしやすさ、実際に自転車に乗ってみた乗りやすさ、脱いだ後しまう収納性で、あとはこう本当にドンって感じた感想なんかを付け足していきたいと思います。はい、お願いします。じゃあまず早速ね、こう雨が降ってきたっていう状態から着るところですね。はい、雨降って慌てて慌てて雨降ってきた雨降ってきた雨降ってきた。では、まずこう今日はスリッポンなんですごい履きやすいですけど、それオーバーパンツだからちょっとサイズは大きめなんですよね。あ、そうですね、うん、今日 S サイズ持ってきてますけども、 S サイズだけどちゃんと S サイズのパンツの上に履けるみたいな。はい、はい、そうですね。でこうリフレクターとかがあったり、はい、これはあのモールス信号でなりふり出たまたモールスなりふりって書いてあるんですね。なりふりって書いてます、はい、であのここのく、まあ、靴とか脱ぎやすいようにですね。あ、なるほど。あの、まあ、靴履いたままでもいっちゃえるようにはなってます。バスパンみたいになってるわけですね、はい、でここを絞ることもできますので、まあ、自転車乗る前には絞ってもらった方がいいと思いますね。こういう具合ですね。はいはい。で、上なんかあんまりダサくないですね。ダサくないって言われるんだけどなんかレインパンツってもっとやぼったい雰囲気があるんだけど、そうなんですよ、なんかこう工事現場のおっちゃん感がないんですよ。そうそうそう、これはスタイリッシュ、素敵で、こちらもまあなりふりの得意の8の字ジップをはい、採用したタイプですね。こんな感じで、はあ、全部シールテープがびっちり貼られてます。それストレッチする素材なんですか。ストレッチは弱ですね。なるほど、ナチュラルストレッチぐらいですね、はい、そんなにビヨンビヨンには伸びないです。ただそんなに硬いイメージはないんですか。柔らかいですね、あのソフトシェルっていう感じ。あれ、その形、はい、もしかしてハの字？ハの字でございます。なりふりさんお得意なあの形ですか。はい、ハの字。それでも、はい、雨の中着るときちょっと手こずりそう。手こずりそうですね。まあこういう感じで。でも見た目がめちゃめちゃ、はい、ちょっと今全身映しました。スタイリッシュだな。袖も同じく、まあこういうジップで、うん、あ、しかもこれ中に、中は縛っていて外にかぶせるっていう格好になってます、ね、今気づいた人今気づきました。あれ何回か来たんやけど柔らかいからストレスになんないよね。そうですね、全然気になってなかったです。こういうふうに縛れますね。これで中に侵入しないっていうのはありがたいですね、まあ、雨風が入ってこない。で今閉まってますけど、フードもありますので、こういう感じですね。ほうほう、はい、
を縛ると、絞るが絞ります、うん、まあ、これ絞ってもらった方が横の視界が、あー、なるほど、ここにベロンと前に来ないんで絞ってもらった方がいいと思います。素敵です、はい、これで装着完了。着やすかったです、非常に。ある程度ゆったり着れましたんで、はい、はい。じゃあちょっと実際乗ってみましょうか。暑いですか？今日すごい湿気の日ですけど、やっぱりちょっと着てると少し蒸れ感は出てきそうな気配はありますね、うん、でも今日ちょっと湿度がな、もうとにかく高いからな、ね、ちょっとぐるっと回ってみましょうか、はい、お願いします来ましたよ。イメージビデオみたいになりましたねで結構こういうなんていうんですかね、全然チェーンとすらないよみたいな感覚とかが、あー、ちゃんと裾が絞ったって、はい、じゃあちょっと今日僕作ってきたんですよ。お、何ですか？スウェットボトルくん2号。スウェットボトルくん2号最近よく出てくるペットボトルこれかけてみた方がいいのかな。そうですね、自分でかけた方がいいのかな。そうそうそう、はい、すいません、まあ、どのぐらい水を弾くかっていうのをじゃあやってみます。はい、あ、すごい、あ、玉のように、すごい、ちょっといいですか？はい、雨だ人工の、人工の雨でもすごい弾いてる。いや、すごい弾く。これはかなり頼もしいんじゃないか、はい、すごい、頭とかも本当にパコンパコンって、はい、いいですね、はい、という結果でございます雨のでも下からの巻き上げとかが結構辛いんだけど、それはもう関係ないもんね。そうですね、もうお尻も全部濡れても大丈夫っていう格好なんで、非常に心強いです。じゃあ次行きますか。なんかちょっと空も暗くなってきてるんで、はい、そうですねはい、どうぞ。で、あとですね、あの、例えばバックパック使われる方なんかは、うん、実はですね、こう背負ったまま、はい、あんなスタイリッシュな格好だったジャケットが、うん、こう背負える、あの、着れるのかと思われる。いやいや無理でしょう。それがですね、キッツキツですよ。こう今はきついんですが、森さん助けてください。どうか。すいません。これもう初めから開けてきた方がいいですね。開けて、開けてきないとダメです今ここのジップを開けてみました。右と左、はい、を開けると、となんとすごいスペースができてですね、いけちゃうんです。本当だ、はい、これカバン防水じゃなくてもいけちゃうってことですか？そうなんです。自転車とか乗ってもそんなストレスない感じですか？そうですね。なんで、まあ下は開いてるんで、はいはいはい、跳ね上げとかはもしかしたらちょっと汚れたりはあるかもしれないんですけど、なるほど、 大ダメージはないという、なるほど、感じですね。これも一つポイントでした。はい、はい、まあ雨が止んだとか目的地に着いたっていう時は、背中のポケット、こちらに反転するようにですね、ほう、クチュクチュクチュっとしまい込んでもらうと、しまい込んでいただくとこんな感じで、うーん、サコッシュ、まあ、こういう風に携帯もできちゃいます。なるほど。さらに、え、まだあるんですか？下もちょ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 、危ない危ない、それいやいや大丈夫、まずいまずい、ちゃんと下履いてます。まずい、あ、そうか、下もね、ええ、まあ、脱ぎますよね。はい、下も脱ぎます。で、これもこのお尻に実はポケットが、ついてまして、はい、これを反転さすと、こっちはまあサコッシュにはならないんですけど、でもこれ脱いでびちょびちょのものを持ち歩くのもちょっと嫌だなって時もいいですよね。裏側で、そうです、そうなんです、ですもんね。だからまあこっちの面は濡れてない面が外に、そっか、そのままカバンにガンって突っ込んで、はい、まあ、とりあえずはなんかしのげそうですよ。収納力もあります。なるほど。家に帰ったら干してください。干しましょう、はい、で、脱いだ時若干、あ、涼しいって思いました。あ、まあ若干ね、しょうがないですよね。やはりまあ多少の蒸れは感じるかなと。そうですよね。じゃあ続いてポンチョの方も行ってみたいと思います、はい、続いてがこちら、サイクルポンチョです。
それはなんかちっちゃいですね、随分、はい、パッカブルポンチョというすっごく薄い生地でできているもので、まあ収納性という意味ではもうすでになりふりよりはコンパクトかなというところまで来ていると思います。ブランド的にはフェアウェザーですね。フェアウェザー、じゃあ出していきます。はい、すっごいコンパクト。これだったら本当に何て言うんですかね、バッグとかに常に入れとけるようなサイズ感だから、サドルバッグとかに入れちゃったりとか、ちょっと怪しいなっていう時は入れといていただけたら。こちらはまず着やすさのところから見ていきますと、ちなみにそれサイズはこれ L サイズ、 L サイズ、 M と L が確かあるんですよね、はい、M と L が、これは L ですね。はい、こういう形で、でこれはもう本当に上からかぶるだけなので、ああそっか、そういう意味では着るのは楽なのか。はい、かわいいな、こういう感じですね。うん、これもまあ同様にここをまず絞ってあげて、はいはい、ちょっと近寄ります、絞ってあげて、でまあある程度こう視界を保ちますね。ここもですね、あの自転車に乗ってる時にやっぱ下から風が入ってきてボワッとなって手が抜けてしまったりするんで、一本このこれをこういう感じで親指に引っ掛けるんですか、ね、はい、あでまあこういう風に止めていくっていう、なるほど、親指ともう一本薬指ぐらい、ね、親指に引っ掛けて、あなるほど、締めて締めて余ったものを、まあ、どっかの指にかけとくと、まあ飛び上がらない。へえ、この辺も体格とかに合わせて絞ってもらって、うんうんうん、まあ、こういう風にセットしていただいて完了です。はい、なんでまあ早い、ね、切るってことに関してはこっちの方が着やすいかなと思います。あとはまあ自転車実際乗りやすさですね。ちょっとこう見た感じどうなんのっていう感じで乗りにくそうなんですけど、うん、かわいいな、なんかまあまたがってもらってこれをもうガバッとかぶせちゃう。はは、通常のロードバイクだとカゴないと思うんですけど、それでも大丈夫なのかな。ロードバイク、まあ、ハンドルにかけてもらえば、でその時に結局例えばすごい余るんであれば、うん、こう絞ってあげる、なるほどね、絞ってあげれば長さ調整はできますね、はい、じゃあ、はい、実際の乗りやすさ、はい、乗ってきます、うん、ういさあぐっちゃん選手出走です。じゃあまたちょっと下からのかっこいいのを撮りましょう。あーいいっすね、なんかどうですか。ですね、はい、涼しいです。あ、なるほど、これがちょっとさっき、まあ、正直このなんかすごい覆われてて、はい、動きやすいとは言えないんですけど、覆われてるんで、でも涼しいです。なるほど、はい、下からやっぱり風が、そうですね、風がずっ と流れていってくれるんで、やっぱりちょっと動きにくさみたいなのあるんで、さっきのセットアップほどアクティブには動けないなっていう。まあそうですよね、はい、例えばちょっと立ちこぎしようかなとかそういうのはしにくい。あ、そうか、立ちこぎとかはさすがにしにくいか、はい、まあ、なんでゆったり走る分にはすごい楽です、うんうん、涼しいです。なるほど、これはもう何回も言いますけど涼しかったです涼しいっていうのが一番印象的だったんですね、はい、印象的でしたね。あとは可愛い、可愛い確かに日本の夏とかでちょっと涼しくないとなかなかね、はい、湿気もすごいし、だからまあフェスとかに持って行ったりもするにはこれはいいのかもしれない。女の子とかこれ着てたら惚れちゃうよね、はいはい、っていうポイントもあります。わかりました。じゃあ2個買って彼女の分と自分の分です ね、 そうですね。ではね、いくら涼しくても濡れては意味がありません、はい、スウェットボトル君行きたいと思います。スウェットボトル君2号ですね、はい、自分で行くんだおおおーおーおー、どうですか。いや、かなり水の弾き具合はやっぱりさっきのなりふりエールのやつと遜色ないレベルで。そうですね、ちょっとなりふりの方が玉感が強かった。 あったね、はい、あの撥水性は強そうな印象は確かに、はい、若干なりふりの方が撥水力が高そうですね、うん、これも内側はシールテープ縫い目
貼られてます、なるほど、はい、完全に防水と、まあ、十分いけますね、いうことですね。フェアウェザーのポンチョでした。はい、はい、ありがとうございます。